さあ注目の日本の畠田です。旋回の勢いを緩めないことですね。開脚旋回のスピンデル連続で行います。メダル圏内に入るには 9.787 以上が必要です。日本の畠田、さあここからですよ。1回、2回、3回、4回ちょっと浮いたけども大丈夫。もう1回、はい、交差の大きさもあります。もうここまで来ればほぼ大丈夫でしょう。おっと危ないところですが着地も決まりました。あの1箇所旋回が足が上に上がったところがあったんですけどね、やはり修正幅が広いですね。最後もこうちょっとバランス崩したかなと思いましたけれども、いやいや、いいんですね。はい、ああいう折り方なんですね、はい、日本の畠田義明メダル圏内に入るには 9.787 以上が必要です。いや微妙なところですね、全体としては、まあ彼の力は発表できましたからね、本人も満足してるでしょうけども。サバエの世界選手権でもこのあん馬は銀を取っています、畠田義明。まあ日本のメダルなしというそういった悲しいニュースだけは聞きたくありませんから、そうですね、何としてもこの畠田に頑張ってもらわなくてはいけません。得点出ました 9.712 9.712 となって、これで畠田は5位タイとなります。ああそう。